16日、隅のエボート、初日より大きい、より小さい記者コラム、小野良太郎の恐れをののく後輩とより大きい、足は全体的にいいです、と気力に自信の西澤ひかりが、初日を3着2本にまとめて滑り出した。そのパワーを大いに見せたのが後半11 r S が分かっていなかった、と、スリットはコンマ34と1人だけへこみ、大敗も覚悟の体型 しかし、BS へ向くとグーンと伸びて、2M を2番手で回ることに成功。これが3着へと繋がった。後半は BS で追いついたし、S で様子を見てもスリットを過ぎてから伸びていく。前説に使用した山田城が、完璧、と評した26号機の底力は本物のようだ。あとは S ですね。全速でいければ、頑張ります。宝の持ち腐れとならぬよう、 課題克服へと力を結集する下向き黒三角 2R 西澤は5枠と遠い位置だがこのメンバーの中で気配はずば抜けている。56全